長年の毛が、長年の毛が取れた。はい、はい、ピッ。はい、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。今日はですね、私オフでですね、一日美容霊でございます。レイテノールに自ら予約を入れてですね、来たんですね。何をやってもらいたいかというと、ハリウッドブローリフトって眉毛を整える施術と、新しく始まった気になる鼻のこの毛とおひげと口下の毛、ここめっちゃちっちゃいからですね、もうワックス脱毛以外にやりようがないっていうね。なのでちょっとそれすごい楽しみにして、ツルツルになるっていうことなので、それやりに来ました。初めてなのでちょっとドキドキです。施術してくれるのは石井でございます。よろしくお願いします。お願いします。今日のポイントはありますか？今日のポイント、今日のポイントは先生、眉毛の癖が下に向いちゃうんですよね、ここ毛だまりしがち、ここに溜まるってことですね。下向いちゃうから、下向いた毛と横行ってる毛で、この下の線がピーって黒く見えてる、でこっちもこっちでちょっとこう下に向いちゃうので、眉にパーマをかけましてですね、ブラシでシュッとやれば綺麗な毛流れができる眉毛を作っていきたいと思います、と鼻と鼻下、顎のところ薄いんですけどね、産毛すごいんですよ。なんか吸引しても取れないブラックヘッドじゃないっていう、実は私のことだったんですよ。本当に何やっても取れないから。でも本当、目に見えないレベルの産毛まで取れるので、お肌もより白く見えますし、ツルツル感がすごい、ベリッとこう剥がすタイプの、ソールとかではなく、ムクでもなく、剥がすタイプのワックス脱毛なんですけど、みんながやってるのこうベリッといきなり剥がすとはまたちょっと違う、プロとしてのコツがあって、肌を傷めないやつでやってもらいます。オイル2つと、この工程を踏まないでね、ビオレの花パックみたいな、いきなりゆっくりって、やっちゃうとすごい負担になるんで、そうですね。花とかつけるとフォローがされるんだよね。そうですね。で、この粉ついてないとワックスが剥がれないんです。オイル塗った後で、なんか粉が足りないと、ベリッていかないんです。痛い。じゃあ鼻から痛くない。痛くない。じゃあ鼻から失礼いたします。あ、暑い、あったかい、ちょっと一瞬で固まります。はい、多分大丈夫です、ね、痛くない、行きます、参ります。はい、ピッ。お、あー、映るかな、取れてる、はい、チビチビが映ります。やった、全然痛くない、びっくりしただけ。こんなちっちゃい毛取れるっていうんだよ。抜くにも抜けないし、本当、剃っても残りますよね、あの薬局で売ってるようなのが。医療脱毛でもこのちっちゃさ反応しない。あ、そうかもしれないですね。いきます。キャッ。あ、こっちの方が、お、長年の毛が、長年の毛が、毛が取れた。嬉しい、ツルツルになって、めっちゃ丁寧にやってくれるね。そんな何回も何回も、大きくやりすぎるとうまいこと取れない気がして、細く何回もいきます。これ絶対に鼻気になってる人、これ絶対やった方がいいよね。絶対やった方がいいですけど、気になってない人もやった方がいいです。お客様でも、やってみるかってやるじゃないですか、それで写真を撮ってビフォーアフターを見ていただくと、ビフォー見て泣きそうっていう絶句される方がいっぱいいらっしゃいます写真で見たらこんなじゃんってなる。そこまで見えないもんね、目も悪くなってきてるし、向かい合ってるさ、向かいの人に若い人とかが座ってたらさ、多分見えてるんだよね。確かにそうかもしれないです。悲しい。知らず知らずのうちに帰ってるからね。そうなんです。で、いざ写真で見てアップとかしちゃうと結構嘘でしょっていう感じです。あ、だいぶ行きました。嘘、やった。ここ一番多分痛いところなんですけど。つりなりそう、ここほんとさ、ここひげをね、カミソリですると、ほんとここカンパンになるんだよ。ああ、引きそっちにちゃいました、すごい嫌だったの。確かにカンパンある方なんか絶対にやめた方がいい、この間ね、ドクターも言ってた。私自分がカミソリ負けがひどくて、薬局のとかでやるとダメなんですよ、かぶれちゃって。床屋さんみたいなやつあるじゃないですか、本気のやつ、シャレ持っててやるんですよ。そうするとめちゃくちゃ綺麗に取れるんですけど、ただなんせ怪我のリスクがすごい、切れ味が良すぎて絶対切るんですよね。難しいんだね。難しいですね。サクってすぐ切れちゃうんで、ちょっとでも動こうのなら、なんか結構深くいっちゃいます。鋭すぎて歯が。ハリウッドブローリフトは普通のアイブロウの施術と何が違うんですか？
眉毛にパーマをかけるんですけれど、眉毛のパーマっていうのが髪の毛で蓄毛矯正のイメージ、癖がある方がこの辺が多くてこの辺少ないとか こっち向いちゃうとかいろいろ毛質あると思うんですけど、髪の毛蓄毛矯正してストレートにするのと同じ感じで、眉毛もブラシでさっと整えたら毛穴割れができるみたいなパーマをかけます。ゆっくりです。はい、終わりました。どうでしょうか。もうすっごいキリッとしてる。キリッとしてた方がやっぱり若々しく見えますよね。眉毛って色がどんどん薄くなっていっちゃうから、私今これ大大大好きです。クリアブラックレメルビさんの、これも今日も使ってもらいました。鼻もここツルピカになり、おひげもツルピカになり、この辺も全部やってもらって、もうなんかめっちゃピカピカな気がします。よかった。というわけで今日の私の1日美容例はおしまいです。もしうちでフェイスパックス脱毛したい方はぜひぜひ概要欄に貼っておきますので、エステしなくてもこれだけでも受けたまわってます。あともしやってほしい方がいたら、お鼻の角栓を吸引もサービスでお付けしますので、ぜひもしやってほしい方がいたら同時に頼んでくださいね。はい、というわけで今日はこの辺で、では皆さんさようなら。皆さん、レイテノールの公式 LINE はご存知ですか？毎月開催のとってもお得なキャンペーンやイベント情報、美肌の知識満載のコラムを配信しています。そしてレイテノールオリジナルクレンジングの最新情報も LINE が一番早くお届けできます。お友達追加は概要欄のリンクからお待ちしています。ところで皆さん、インスタってやってますか？インスタライブや質問コーナーで皆さんと近くでおしゃべりしている気持ちになれて、私の密かな楽しみなんです。 YouTube には上げてないこともたくさん載せているので、ぜひ覗きに来てください。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。